ヒラの仕様の天然ぶりが話題。驚きと魅力が交錯するジャニーズの新星。ジャニーズの新星、キングプリンスのヒラの仕様、21、がバラエティ番組、行列のできる法律相談所にゲスト出演し、その天然ぶりが注目を浴びています。MC や視聴者を驚かせる陳回答や陳行動によって、彼の個性が際立っており、その魅力がファンを魅了しています。本記事では、 平野紫耀の魅力と天然ぶりについて詳しく紹介します。平野紫耀が番組初登場した際、彼の天然ぶりは番組冒頭から発揮されました。MC の東野幸治に年齢を聞かれ、20.4、間違えたと返答するなど、その天然ボケは東野を含む出演者や視聴者を驚かせました。また、CD の売り上げ枚数を尋ねられた際には、謎のジェスチャーを披露し、 さらにはずれた返答をして笑いを誘いました。これらの陳回答や陳行動は彼の個性的な魅力を引き立てる一因となっています。平野紫耀の天然ぶりに対して番組視聴者からは様々な反応が寄せられました。彼のアホキャラや可愛らしさに対してアホすぎるけど可愛いといった賞賛の声や声こもりすぎているけどめっちゃアホキャラといったユーマーを交えたコメントが SNS 上に広がりました。一方で 一部の視聴者からは、勉強してきたのかなといった疑問の声も上がりました。記事では、視聴者の反応とヒラの仕の魅力との関係について掘り下げます。ヒラの仕の魅力は、彼の天然ぶりによって一層引き立てられています。彼の無邪気な笑顔や明るいキャラクターは、視聴者に癒しを与えると同時に、彼自身の個性を表現しています。また、アホキャラと称される彼の天然ボケは、 彼の素朴さや可愛らしさを強調し、人々の共感を呼んでいます。ヒラ紫仕の魅力は、見た目だけでなく、その人柄や笑顔からも感じられます。彼の存在は、ファンの心をつかむ魅力に溢れています。ジャニーズの新生、ヒラ紫仕の天然ぶりが話題となっています。彼の陳回答や陳行動によって、視聴者は笑いを共有し、彼の魅力に引き付けられています。 彼の明るいキャラクターや可愛らしさ、そしてアホキャラと称される天然ボケは、彼の個性を一層引き立て、ファンを魅了しています。平野仕様は、ジャニーズ界の新たな注目株であり、その天然ぶりと魅力は今後も注目されることでしょう。大変お世話になりました。最新の情報をスムーズに受け取るために、ぜひチャンネル登録をお願いします。心から感謝しています。ありがとうございました。